どうも、うでーす。ゆです。二人合わせて、うでーす。お願いします。いますはい、ではですね、ザスパ草津群馬の次の対戦相手をしろうということで、はい、今回は10月21日の第28節、バンフォーレ甲府についてやっていきたいと思います。はい、はい。こんな感じでザスパの動画アップしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではですね、バンフォーレ甲府についてなんですけれども、 現在、ね、J2 で6位、はい、8点4210<ー>勝12分け5敗で得失点差はプラス5ということで、ね、また上位の相手ですねまた上位の相手が、ね、<ー>来ましたね先日あの福岡戦、まあ、現在首位にいる福岡との試合を終えたばかりなんですけれども<ー>これまた、ね、手強い相手が続くということで、はい、ただやっぱりホームなのでねちょっと勝利で。 なんととか行きたいところでですすすけれども、うん、まあ対する群馬がですね20位勝ち点268勝2分け17敗得失点差マイナス23というところにはまんじておりますと、はい、ではですね過去のバンフォーレとの対戦成績なんですけど、まあ、通算15試合ありまして3勝2分け10敗あ<ー>まあだいぶ負け越していると、うん、でまあ15得点26失点、うん で前回対戦がまあ今年の前半戦ですね、まあ、まだ記憶に当たるし9月の話なんですけれども9月の頭9月の2日に0対1でねあのセットプレーでしたっけねあの今津選手にね決められてああんか記憶にあるな結構惜しい試合してたんだけどまあ1点取られてまあ1点が取れずに敗北という形だったんですけれどもねまあねまあバンフォーレももとはといえば J1 にいたチームなのでうん、うん そうねやっぱ J1 ってイメージが強いな、甲府もそうなんだよね、うん、やっぱりなんか手強いなってイメージはすごくね、うん、あるけれども、改めてこう、戦績見るとね、しっかりと負け越していたということでね、うん、やはり格上のチームだなということを改めて感じるわけですけれども、ですね、まあちょっとね、この3勝を4にしてね、終えたいところですね。うん 直近3試合のバンフォーレので、えー、と試合結果を見ますと、まあ、福岡戦に0対2で敗戦、うん、まあこちら、ね、福岡のだから12連勝になってたんでしたっけね <laughs> そ,そ,のその中の一、ねまあ、つなので、ねまあ、今ノリに乗ってる福岡が相手だったというのもあって、うん、こちらはまあ0対2だったんですけれどもその次の、ね、北九州戦で3対2で勝ってるんです、ね、<ー>北九州もね。 あの今上位でな、うんなら優勝争しいたちしているチームですから、うん、そこを相手に、ね、3対2で打ち勝つと、はい、でその後がですね徳島あ<ー>まあ前節まで首位にいた、まあ、福岡に抜かれてはしまったんですけれども、まあ、ここで1ゼ0でしかもアウェーで勝って帰ってきていると、うん、帰っってきてはないかかこっちもアウェーだから<ー> <laughs>、はい、徳島相手に、ね、1ゼ0で勝って、まあ、結果としては福岡が主、うん、単独首位になるのの まあお膳立てというかね、うん、徳島に勝ったということでえってことは上位3チームと3連戦してきたってことそうういうことですね、うん、でそれでしっかり2勝0分け1敗で終えてきて4得点4失点ということで、うんまあ、ほぼ五分五分の戦いで2つ勝ってきたんですね これ多分北九州にさ打ち勝ったので流れが来てそのまま徳島倒しちゃった流れだよね、うん、多分ねですね、うん、徳島戦もまあ結構ギリギリの戦いで、うん、あのデュデュ選手がね、うん、最後一点決めて、うん、見事なゴールだったんですけどもあ<ー>まあ退場者をね出しながらの勝利なんですよ一人少ない状態だったんですか、うん、なるほどそれもあってね徳島相手にねすごいなって、うん、ね ちょっとびっくりしたんですけども、もう流れ完璧で、あのう、敷島に乗り込んでくるじゃないですか。だからね、もうザスパが次戦うって分かってたんで、徳島に勝ったって見た時は。おいおいおい、やだなってちょっと思いました。その甲府、甲府サポの方には申し訳ないけど。勝ってこられるのはちょっとなんか勢いがあるんで、ちょっと怖いなって思いました。ザスパもさ、福岡に前線した流れがあるから。そうですね。まあ、結果は負けだったけれども。 いいいいい流れで来てはいるんじゃないかなかと思いま,すまあそんな中その直近の、えー、と徳島戦のメンバーですね3っ4三2二1という感じのフォーメーションで戦っていたんですけれどもーゴールキーパーが岡西選手でスリーバックが今津選手山本選手中潮選手でこの中潮選手がですね、まあえー、とイエローカード2枚もらって退場となってしまったんですけどね、うん 一応その分かるように赤で印付けといたんすけども中潮選手は次節雑馬戦には出てこないことがまあ確定ということで,でミッドフィルダーがえーと右からえと藤田選手、野沢選手武田選手、荒木選手で,でえとシャドウという形で3、4、2、1の2の部分に松田選手と泉澤選手でワントップにデュデュ選手という形でしたねうん,うーん3バックなんだ スリーバックですねで中盤が熱いっていうような、はい、でその今津選手があの前回対戦の時にまにセットプレーだったと思うんだけどゴール決決勝点決めた選手ですね今津選手はねまた出てくると思うんでちょっと相性というか,なんか本人の中でね得意な意識みたいなのがもしあったらちょっと怖いなってい中潮選手はねあの岡村大八選手の後輩一個下の大学の後輩らしくてお<ー>でちょっとなんか。 ね、共にプレーするところをちょっと見たい気持ちもあったんですけど残念ながら<ー> <laughs> ちょっと出場停止ということで、ね、残念です、うん、というところでですねまあでもドゥデュ選手がねちょっと強強力な選手かなとこの選手もやっぱり身長が高くてあでも身長はどうだったかな割とあったのかもしれないですけど、うん、個人的にはなんか結構テクニックあそっち系の高いなっていうようなイメージ の選手ですかね。フィジカルではなく、どっちもあるのかな。<laughs> <laughs> まあね、怖いね。そしたらね、なんか結構ハイライトとか見てる。とュ選手上手いなって思ったりした記憶がちらほらあったので。<ー>なんかイメージだと、僕の中ではテクニックあるのかなって勝手に思ってました。なるほど。そう、松田選手からのパスで、最後決めたんだよね。<ー>その得しません。この二人がなんか元福岡だったらしくて。 あそそうういえばそうかと思いながらだから福岡に結果的に、ね、<laughs> ちょっと手助けしてる部分で福岡サポの方がねその出ていった選手たちが結果として単独首位の、ね、力になってくれたなんて、まあ、もちろん甲府からしたらね<ー>そんなつもりは <laughs> な,、ね、なくね自分たちの、ね、昇格目指してもちろんやってるでしょうから結果間接的にそうなっちゃったから甲府もだからね手強いチームだなっていうのはねそのまあもちろんハイライトでしか見てないんでね その試合全体通してのちょっと状態はわからないですけども、うん、見てる限りは強いなって、うん、特に、ね、北九州戦は強いなって感じるゲームでしたねはですね個人的に挙げさせていただきたい注目プレーヤーというのがね、まあ、今回も丸1ってつけてるんですけども、うん、ちょっとねなんかいい選手がね結構いっぱいいたんで誰にしようかなって迷った結果 <laughs> 絞っての2人ですね。<laughs> まあね、直近上位チームだからいい選手が2人いてもおかしくはない、うん、そうなんかいっぱいいるんですよそのねイマズ選手だっていいし山本選手もねベテランでもう40ですかね、うん、とかねなんか武田選手とか、うん、ボランチの武田選手ももう欠かせない3試合連続出場とかもしてて<おー> <laughs> 機会があったらだか NJ で勝たればいいんだそうだね、うん、ちょっっと僕らあのっていうちょっと企画を 多分この動画上げる時にはまだもしかしかかたら上げてなないのかな <laughs> あそうかまだ,まだごめんごめんあのそうねそうなんですけど、うん、まあちょっと J リーグについてなんか幅広くやっていく動画なんかも考えていますので、うん、そちらで、ね、もしワンフォーレ特集とかやるときにあれば、うん、存分にいろんな選手の話を、まあ、詳しくなれてれば語っていきたいなと思います <laughs>、うん、はいまあで、ねまあ、表示してはいるんですけども、まあ、まず1人目11番背番号11番のフォワード泉沢仁選手ということでね まあ、1991年12月17日生まれの1 6 5センチ6 3キロの、まあ、小柄な選手なんですけれどもまあ91年組ということでまあね余談ですけど僕らと同級生ということで、はい、まあそういう意味でもちょっと注目したいプレイヤーかなとですね、うん、なんか同級生応援したくなっちゃう、ね、応援したくなっちゃうねでまあ一応説明として書かせていただきましたけど、うん、J リーグを代表するドリブラーと言っていいんじゃないかなと うんでまあ、カットインからのミドルとかも、ね、武器だったりしますので右利きの選手なのでね結構左寄りの位置で、ね、左ウイングだったり、まあ、さっき言ったツーシャドウの、まあ、左側だったりとかが得意なな選手かなと思います、はいでまあ、北九州戦ではねツーアシストということで、うん、まあ僕らも映像は見ましたけれどもエリア内切り込んでってのクロスもうまかったし。ねね ディフェンダー3人に囲まれてるのに、うんね、冷静にパスを出してアシストをすると、ね、そうそう2点目はスルーパスだと思、ね、うねクロスもできて、うんね、スルーパスもうまくて、うん、だからドリブラーで、ね、自分でガンガンいくタイプかと思いきや周りも使えるっていうところで、うん、まあすごいね、まあ、相手としては厄介な選手だなと思います、はいでまあ、書いたんですけど5連戦に3試合連続出場中ということで、うん、まあもしかしたら休ませてくる可能性も あるかなっていう,そうか上位3チーム相手だったから出してたけどまあちょっとね、やっぱり下位相手というのもあって、まあ、甲府側が、うん、まあターンオーバーでちょっと選手変えてくる可能性も考慮すると泉澤選手は、まあね、5連戦全部にスタメンってなかなか考えにくいのかなっていうのもあって、うん、もしかしたらスタメンでは出てこないかもなっていうのもちょっと残りによぎりましたね。うん、うん やっぱいいプレイヤーだからこそ言いますけど、うん、出てきてほしくないっす。まあそれもあるね。うん、私、うん、はファンとしてはっていう,かう確かにそうっすね。うん、ま、そんなところもあるので、もしかしたら。まあ、途中でジョーカーとして。うん 厄介な使われ方って可能性も一番困る疲れてきた時にドリブル入ってくるっていうのはちょっと怖いんでそうういい戦方がどっちにしても嫌だなというところでまあ中国の選手かなと泉瀬澤選手もまあそうですね大宮とかでねいた頃のイメージが僕はなんとなく強かったんですけども甲府にいてこうねよりいい選手にきっとなっているんだなっていうのをこう2アシストっていうのを見て思いました。うん そうガンバとかにも、ね、いた選手なん、ね、あ結構だから有名どころを渡り歩いて、うん、確かマリノスからのローン遺跡で今年は来てるということでね、うん、なるほど、うん、非常にそんだけね有名どころというか J1 のチームがね、うん、こう獲得していったということもあって実力は間違いない選手だと思いますねじゃあ2人目いっちゃいますか、はい、2>, 2人目がですね 18番、背番号18番のフォワード、太田修介選手と、はい、まあこちらがですね逆に泉澤選手を休ませるのであれば、シャドウで太田選手が出てくるんじゃないかなというのもあって、2人目に選ばせていただきました。はい、で1996年2月23日生まれ、1、うん、7 6ンチ7 0キロということで、まだね24歳、若い選手ですね。でこれね、選んだ理由の1個としてね、ねダゾーンが選ぶ、週間ベストイレブン。うん はいはい、はい、ってのがあるんですけど、うん、今節良かった選手のベスト11、えー、っていうのに11節と17節26節で3回選ばれてて、ワ<ー>ンホールではおそらく確か最多、うん、3回が最多だったと思うんですけど、うんうん、だから今年太田選手は出てくれば結構印象的な活躍をしていると。なるほど。で絶対的なレギュラーってわけではなさそうなんですよね出場履歴を見ると、うん、だスタメンで出たり出なかったりって感じなので、うん、そういう。 ね、立ち位置の中でそれだけベストイレブンに入るってことは出ればインパクト残してるっていう点で逆にそういう選手怖いなってい怖いね出たら必ず結果を残すじゃないけど、うん、っていうのあって要,要注意選手かなと思いましたね<ー>で山梨出身で,<ー>で甲府のアカデミー卒で、うん、だからそうユースを出た後に、うん えっと大学をね一回挟んで日体大だったと思うんですけど挟んでえとバンフォーレに入団したということで、うん、だからねファンからしてもねやっぱね愛すべき選手というかあ山梨で育ちそう山梨で育ちで甲府の下部組織で育ち、うん、でまあ大学は経由したけれども帰ってきたというところでまあミスターバンフォーレに今後ねなっていくんじゃないかななんていう選手ですよね、うん、でまあ 全部を見てきたわけじゃないですけどもなんか何種類かの、ね、プレー動画なんか見させてもらった感じだと、まあ、スピードのある選手かなと。うん、で、まあ、シュートもね,結構あのね一緒に見たやつだと角度のないところで、ね、左足で北九州戦かなん北九州だったかな北九州違うか。どこと取っていたか、ね、<laughs> 忘れちゃったんですけども。も こう抜け出していれない角度ないところからねしかも左足利き足右みたいなんですけど左足でね決めるなんていうねそのシュートのうまさなんかもありますしあとはねダイレクトでワンタッチシュートで決めるっていうのもあったんでもうそのスピードだけじゃなくてシュートも打てるしでまあドリブルでねその突破してくるっていうのもあるんで非常になんかこう乗せたら。 とても怖い選手かなっていうイメージを受けました、ね、またね仮に温存されたとしても後半からこういう足の速い選手が出てくるとかって言ったら、うん、また厄介だね厄介ですね、うん、だから泉沢選手にしても太田選手にしても、まあ、どっちがスタメンで、うん、どっちが途中出場でも怖いっていうのがあるんですよねちょっとねスピードラ選手は厄介だね本当に、うん、で太田選手なんかね新婚さんみたいであそうなんですか、うん、そこもなんかちょっとバ<お>ンフォーレさんの公式ツイッターとか見てたら なんかその辺のいじられとかもされて、<ー>ちょっとほ笑ましい感じで。なるほど。ちょっとなんか、ハニーカンデる姿がか可愛かったんで。<laughs> <laughs> じゃああれか、もし子供が生まれてゴール決めたら、ゆりかごのポーズとかもされるのがかそうだね。ま,あまだちょっと気を早く、ね。大田さんは生まれてないのかなちょっとその辺調べてないんですけど。<ー>うん。まあ、大田選手気になるプレイヤーです。はい。ちょっとなんか顔立ちもね、なんか優しそうな感じでね。<ー>すごい、今後。 ま,あまだ若いんでね、うん、今後 J2J、まあ、リーグを代表する選手にもしかしたらなっていくのかなっていうんで楽しみな選手ですね、はいまあ、できればダスパ戦では活躍しないでねなんてダ <laughs> スパサンとしては思いながらですけれどもいい選手だからこそねそいい選手として、うん、<う>怖い選手だからこそこう、うん、リスペクトを込めて<う>できればダスパ戦では活躍しないでねっていう。うん ちょっとねやっぱ群馬県に太田市っていうところがあるからそうですねそのねお、まあ、同じ字を使ってるでちょっとあの群馬県に敬意を示していただいて活躍をしないでいただきたいと <laughs>、まあ、彼はきっとそんなこと知りもしないんでしょうけど <laughs> そうだね <laughs> 知りもしないですね <laughs> そうですね、まあうん、太田選手が、まあ、出てくるんじゃないかという予想です、うんはい、でも、まあ、泉澤選手と、ね、太田選手両方スタメンの試合なんかもちょっと調べたらあったんでうん なんならダブルで出てくるって可能性もあるんで、ねまあ、どっちにしても怖いなっていうところでそ,っかそうですねまあそんなところでですねまあその2人に気をつけつつ、うん、まあ今勢い乗ってるバンフォーレですけれども、はい、なんとかね打ち破ってほしいなというところでねここでまた勝って流れを引き戻したいですねここのとこ大崩れはねしていないのでねっ ただ北九州戦にね3対2の打ち合いをしたっていうところで <laughs> まあ攻撃力あるチームだなってのは思うので、はい、まそれをしっかり堅守で守りきってなんとか1点も,もぎ取ってヴァンフォーレさんにね勝てたらと思います、はい、そんな感じでヴァンフォーレ甲府についてのお話もここで終わりにしていきたいと思います、はい、こんな感じでですね引き続きザスパの話やっていきますのでそれ以外にも J リーグ興味ある方も含めてチャンネル登録や高評価していただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします,お願いします じゃあ、終わり、行きますか。行きますか。せーの、ーの頑張れザスパ t バイバーイ,バイ,バーイ